創建者うるかけ麺、シーフード塩ラーメン、揚げ麺にかいくり粉末スープがついています。麺は丸断面で細く、ちぎれは強く、気泡感が結構あります。安いカップラーメンみたいなちょっと足りない食感です。揚げ油の質は良く、香りは軽快です。スープは濁り感があり、醤油の香りもします。旨味は控えめであっさりしています。わずかに玉ねぎの匂いがします。シーフードといってもわかめと干しエビの香りぐらいです。ミルキーさはありません。薄い醤油豚骨味みたいでもあります。わかめは少量で、ごまの存在はほとんど検知できませんでした。化学調味料不使用はいいのですが、味的には安いカップラーメンに近く、ちょっと割高感を感じました。